シージープのところです。締めに臭豆腐を頼んでみました。Hello, I want to go this hotel. I want to ride MRT. Okay. Can we go MRT this hotel? 韓国警察局。你要警察局为什么？是说马吉普的事。啊，是。我来一下吗？哦。Bus？ 你要 bus？ Bus？ 是。このバス、このバス、はい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 。あ、MRT は、あの違う、ディフェレント、ディフェレント。はい、ディフェ。このバス、close to 地下一楼、close to the hotel。おお、オッケー。This bus is こっち？Downstairs。こっち？下一階。一階。あ、一階。わかりました。ありがとうございます。カモン、あ、カモンじゃない。Thank you。すごい。お姉さん、日本語上手。すごい、すごいね。感動、感動。これから今日泊まるホテルに行くんですけど、本当は空港から出ている MRT という電車みたいな、モノレールみたいな、地下鉄みたいなものを使って行きたかったんですけど、バスで行った方がいいということで、これからバスに乗りたいと思います。で、バスってちょっとハードルがね、高いかなと思うんですけど、いろいろ調べてみるとですね、まあ、お釣りが出てこないとか、そう、両替もできないとか、いろいろあって大変だから、悠々カードっていうカードを買っていこうと思います。日本でいうスイカとかイコカとか、ああいうものを買っておけば、街のコンビニとかスーパーとかカフェとかでも使えるようなもの、チャージしてればいいっていうものがあるので、バス乗るときに持ってったら安心かなと思って、それをゲットしてからバスに乗りたいと思います。 Easy card? Yeah. Two people. かわいい。 Yeah. Two. OK. これ200. はい、難しい。これ、はい、 It's cute. Thank you. にはお、わっちゃお、ひろみ。合ってる？悠々カードを買ったので、これにチャージをして使います。悠々カードを買うのにお金が必要で、買ったらチャージゼロだから、チャージしていかんと意味がない。かわいい。パンダ。キキララ。これは MRT でも使えるんですけど、 MRT はね、あのビザのタッチ決済、クレジットカードを改札にピッとするだけで入れたりもするんですけど、まあ、何かとこれあるとスタバでも使えるらしいので便利かなと思って、まずはチャージをします。確認の匂いがすごい。チャージプリーズ。200 200 200 200。さしてくれる。はい、 Thank you。 これかな、これ。タイエンエブタイエンステーション。 Yes, yes。 これ、yes. What time departureOkay, three minutes. Three minutes, yes, okay. Yes, okay. Beep? Beep, yes, yes. Ah, hi, hi. Ah, した面白い。すごい優しい。みんな優しいね。中国語は、ね、見たら大体分かるは分かるわと思うけど、分かるけど、でも全然分からん感じですね。
今謎が解けました。今空港からこの南の桃園市っていうところを向かってるんですけど、ホテル取るときにこう、ね、地図見たらちょっとこう都会っぽくなってるから台北で一番栄えてるとこかなと思ってホテル取ったんですけど、このね MRT が続いてるのってこの東に、空港から東に行ってる方向で、この台北っていうところが栄えてるみたいです。だから間違えて台北じゃなくって桃園市のホテルを予約してしまったということが今判明しました。本当は渋谷に行きたかったのに間違えて厚木のホテル取っちゃったみたいな、それぐらいの勢いです。とりあえず今日のホテルにチェックインします。にしてはめっちゃ寒い。日本から沖縄来て台湾来てってだんだん南に下がっていくから暑くなるだろうという安易な考えでした。街はねすごい栄えてるし、なんかいっぱいあるね。ファミリーマートめっちゃあります。ファミリーマートの中国語は前夜。セブンイレブンもね、至る所にあります。お、街並みは思ってたよりベトナムに近いかなっていう感じ。日本っぽいかなと思いきや日本とベトナム足してでもベトナムの方に寄ってるかなっていう印象です。今日のホテルはここかな。ちょっと怪しい通りだね。ここ夜になったら開くのかしら。あ、火鍋。わあ、めっちゃこういうとこ、台湾ってこういうとこのイメージ。すごいすごい。全然違いました。あの建物です。なんかあれも違うみたいで、私たちのホテルはどこなんか全然わからん。今日のホテルはこっちでした。何も看板ありませんが建物はね結構不安が残るような感じですけど、ロビーはすごい綺麗でした。お腹空いたのでご飯を食べに行きます。そういえばお昼ご飯食べてなかったから。あ、いきなり
台湾らしいディープなところです。もう一回、何ここここここルロハン and what what famous 台湾スープスープスープうースープ日本ですか。日本です、はい、はいはい、卵卵、はい、卵スープうん、これ、じゃあこれ OK OK 卵スープ、はい、どうぞ。ありがとうございます。私は日本語少しわかります。すごいすごい来ました。台湾といえばルーローハン。ルーローハンって言ったらわからんくって、多分 ルーローファンルーローファンみたいな感じでしたお、いただきます。薬膳鍋に入れるあの薬膳のものを全部入れて、それをすごい漬けて染み込ませた濃い感じの味付けだから、これは日本にない味、めっちゃ美味しい。見た目はね、なんかちょっとチャーシュー乗ってるだけかなみたいな感じですけど、全然違う。卵スープもなんかね、この中国語って読めそうで読めなくって、分かりそうで分からないから、おじさんがね、これがいいんじゃないかって勧めてくれました。台湾の方、日本語できる方結構いらして、すごい嬉しくなるし、日本人としてもね、旅行しやすいですよね。あ、小松菜の卵スープ、めっちゃ温まります。めっちゃ寒くってね、皆さんこうダウンとかね着てらっしゃる方めっちゃいらっしゃるこんな感じなので、体温まりながら、はい、屋台飯をいただきます。ああ、美味しいね。美味しい。人形を撮ってくれました。あそこの UFO キャッチャーで撮ってくれて、そう、後ろにね座ってたお兄さんが急に、あ、よかったね。そうか、人形持ってなかったからね。嬉しいね。めっちゃ美味しかったね。ねえ、やったね。大切に持ってる。ちょっとおやつでも食べに行きたいなと思うんですが、いかがですか。あ、いい、行きましょう。来ました、抹茶ラテとキャラメルラテ、めっちゃかわいい。バイクがね、ここに乗ってて、しかも本物のマイク、バイク試乗してます。ここはゴーゴロっていう台湾のバイクメーカーの売り場、そこで、あの、なんていうの、買う契約とかするところの一角でカフェがされてて、本当にバイクがね、可愛いバイクがいっぱいあります。あれ、なんかね、こういう形、日本じゃ全然見ないマットな柄とか。一番左のバイクの正面は何を置くんでしょう。ホテルにチェックインしたので、これからお部屋に入ります。すごい、廊下はね、いい感じ。あ、こっちか。あ、お、すごいおしゃれなお部屋です。
結構狭い感じではあるんですけど、おしゃれ感と高級感があって、大きなベッドとめっちゃでかい、すっごいでかいテレビと、あ、浴槽があります。嬉しい。浴槽があるホテルはかなり嬉しいです。お手洗いもあって、ワンルーム形式のお部屋です。窓はないんですけど、でもそんなに圧迫感なくって、まあ、雰囲気で言ったらちょっと漫画喫茶っぽい感じはありますが、今回ここはね、アゴダで撮って、台北の周辺エリアで最安のお部屋5000円ちょっとのところです。コーヒーもあります。ネスカフェとウーロン茶もあって、はい、こちらで一日過ごさせてもらいます。台湾ドルが思いがけずコインがあって、あとベトナムドンと日本円と混ざっちゃうので財布をね探しに来ました。すごいなんか日本だよね全部日本だよね。ここは見てわかる通りダイソーです。これ300円ってどういう計算なんでしょう。本当に300円なのかな。あ、本当だ。100円じゃないんだ。え、本当日本と全く同じだね。うちでお世話になってる安全ロックとかもううちで使っているやつもあります。現金でいきます。あ、マネーでいきます。こっちのでもいいですか。あ、わあ、すごい。これ 1円って5円か。小銭ポーチ買いました。これ49台湾ドルで、49って聞くとね100均だし100円ぐらいかなと思ったんですけど、250円ぐらいします。今かける5ぐらいがいいと思うので、すごい円安の影響なのか、それとも台湾の物価が上がっているのかわからないですけど、まあ、輸出品とか、ね、日本のブランドだからっていうのもあるかもしれんけど、ちょっと高級な気持ちになります。夜の公園はこんな感じです。どことなくベトナムに似てますよね。3人乗りのバイクも走ってました。こうやって歩道にもバイクが並べられてます。でも歩道はねちゃんと歩道であるから歩きやすいです。これからこのバス停からバスに乗って夜市に行ってみようと思います。バスはね、Google マップで調べました。もう便利な世の中ですね。Google マップ一つで旅ができる気がします。で、バイク、こっちにも歩道でも置いてあるんですけど、車道にもちゃんと線が引かれてて、置き場があります。キュッキュ言うね。キュッキュキュッキュ言ってる。全票下車。もうすぐそこが夜市です。台北の方が夜市は多いみたいなんですけど、ここの桃園にも夜市が一つかなありました。あ、美味しそう。アボカドジュースとか美味しそうな屋台ばっかりで、本当、はい、フードパンダとかね、
すごいたくさんいらっしゃいます。日本は Uber Eats がほとんどだと思うんですけど、フードパンダもね一応いるけど、台湾はフードパンダの方が多いです。あ、ここかな、夜市あった、夜市、あ、かわいいね、コンパクトな夜市。あ、ここにもバイクがフードパンダがすごい、なんか全然さテーマが揃ってない感じのバラバラな感じだ ね、 なんかいろんなものが売ってるから、そうそうそう、見ててこんなんもあるのっていうものばっかり。あ、すごい、ちょっとバイクにも気をつけて歩かんと。めちゃめちゃすごい。何があるの？ねえ、日本にあってほしい。やっぱさ、漢字があるからすごい親しみを持てるんだけど、なんとなくわかるけど結局わからんな。何が置いたんかな。とりあえずなんか飲み物欲しくない？うん。あ、電気バイクってすごいね。全然音しないね。危ないよね。本当、うん。バイクは落としてほしい。結構危ないけど。すごいスムーズに進んでる。何これ、熱海温泉にあるやつ。これ匂いがすごいね、いろんな匂いが、うん、いろんな匂い混ざってる。すごいまずアニメだし、めっちゃ大きいよ、めっちゃ大きい、顔サイズ。シャーベットみたいにクラッシュアイス入ってるからすごい冷たくって寒くなりそうだけど、めっちゃ美味しい、めっちゃメロンの味がします。焼き鳥みたいな、いちご、え、肉みたいな挟まっとる、何これ、何これ、なんか分からんけど美味しいことだけはわかる。すごい、全方位ある。意外と大きなマーケットでした。汁が、ワン、ワン、はい、とりあえず美味しそうだったからワン、ワン言うたらこれ来ました。何、見た目でっかい杏仁豆腐ですけど、イカかな、熱々なスープです。イカじゃない、あ、匂いも、あ、イカ、イカ、イカです。このシステム面白いですね。え、このお箸の入れ物をこの置く、風で飛ばされんようにするやつかな、分からんけど、こういうやつソース焼きそばの匂いがする。ソース焼きそば、
シーフードソース焼きそばにちょっとピリッとした七味じゃないけどなんかピリッとした感じが加わった。うん、来たすごいすごいよ。何生ソース、あ、見て生地が透明、あ、小麦粉とかじゃないんだ。お好み焼きみたいなかと思ったらすごいプルプルしたタピオカ粉ってこと。で、ここに牡蠣が入ってます。ソースつけていただきます。うん、梅じゃない。え、なにこれ、何これ、ほんのり甘くって見た目いちごっぽく見えるけどフルーツソースでもないし大丈夫って感じだあ、でも美味しい。なんかね、不思議で美味しい。このソースなかったらすごい淡白な味だけどこのソースでなんか柔らかくしてくれる、ソフトにしてくれる感じです。プルプルだし、うん、もちもち。いちごソースですよこれいちごだ。書いてあるからベトナム料理ですって。ベトナム料理があるんだ。バインコっていうのはたこ焼きみたいな、海鮮とか肉とか入れたたこ焼きみたいな。面白い。あれ、これかな。臭豆腐。うん、うわすごい、ここまで匂いしてくる。台湾料理といったら締めに臭豆腐を頼んでみました。臭豆腐の専門店かな。臭豆腐ってみんな臭い臭い言ってなんかもう苦手になる人が続出すると思うんですけど、初めて頼んだらね、ナンプラーの匂いが、うん、なんだろう、あ、え、ナンプラーの匂いがこっちからしてきます。この臭いっていうのはナンプラーのことなのか。ソースは意外とラー油的な香りでそんなに臭く感じないのは私だけなのかソースにつけて、じゃあいただきます。全然臭くない。え、普通に美味しい。揚げたての揚げ豆腐みたいな感じ。確かにここから普段の豆腐じゃしてこない、ね、こうナンプラー臭さみたいなのはあるんですけど、でもそんなベトナム料理好きな人は多分逆に好きな味だし、ニンニクとラー油で逆にめっちゃ美味しい、うん、レモンサワーかな間をついてレモンサワーかなっていう追加で頼んじゃいました。スープだと思ったら麺、見た目はねベトナム料理のバインカンみたいな感じですけど、ちょっと硬め、固めなプルプルした、え、
麺みたいな香りする。スープなのか麺料理なのか。うん、なにこれ、すっごいザラザラした麺で、なんかねすごいスラスラ噛み切れる。でもザラザラした感じ、ゴワゴワしてるけどなんかすぐ噛み切れるみたいな米粉でできたマカロニ的な感じなのかな。あ、味は塩ラーメンかな、うん、薄味の塩ラーメンみたいな締めなの。なんか紹興酒とか飲んだ時のちょっと酔っ払っちゃったなっていう時の締めにいい感じです、うん、目覚ましみたいな、湯覚ましみたいな。あったかい、あったかい、はい、Thank you。 買いました。もう寒すぎて寒すぎて、これで寒い。これはね、ダラットで買った、ダラット行って寒いってなって買ったセーターなんですけど、それでも寒かったんで、もっとちゃんとした防寒着買いました。というわけで今日は台湾について、まずは初日は軽く台湾を歩いて楽しんでみました。今日は桃園というエリア、ここも桃園領域の桃園市なんですけど、明日は有名な台北市というところを歩きたいと思います。ぜひそちらも楽しみにしててください。めっちゃ美味しそう。それではまた次の動画でお会いしましょう。